メディアコンポーザーのトリミングの機能の中からスリップ、スライドについて説明をしていきます。まずはスリップから説明をしていきます。スリップはタイムラインのカットの長さを変えずに素材の使いどころを変えるという機能になります。トリムモードに入りまして、目的のカットを外側からドラッグして囲みます。すると、カットの両端にトリミングのアイコンが現れます。上には4つの画面が表示されまして、内側の2枚を使用します。左側が今採用している最初のフレーム、右側が今採用している最後のフレームになります。タイムラインのトリミングのアイコンをドラッグしながら上の映像を確認すると、最初のフレームと最後のフレームが同時に動いているのがわかります。このように使用する長さを変えずに素材の使いどころを変更することができます。次にスライドについて説明をしていきます。スライドはタイムラインに編集したカットのタイムライン上での位置を後から変更するという機能になります。トリムモードに入りまして、目的のカットをキーボードのオプションキーとシフトキー、Windows の場合はオルトキーとシフトキーを押しながら外側からドラッグして囲みます。目的のカットの両外側にトリミングのアイコンが表示されます。トリミングのアイコンをドラッグすると、タイムライン上での位置が移動しているのがわかります。これは前のカットの最後の部分を縮めながら、次のカットの頭を伸ばしたり、もしくは次のカットの頭を縮めて前のカットの最後の部分を伸ばすといった作業をしています。